安曇野千尋公園にやってきました。駐車場とても広いです。周囲が桃満開ですね。桃畑のようです。はい、向こうに雪山が見えています。いや、素晴らしい場所ですね。で、ここにトイレもあります。はい、現在地がそこですか。ちょっと言いましょうか。はい、いや、かなり広いね、これ。はい、はい、では一周してみます。これが体験交流館なんですね。はい、レンタサイクルもあるようです。案内所があるわ。はい、安曇野千尋公園は松川村の基幹産業である農業の活性化と観光の振興を目的に、食と農と命について体系的に学ぶことができる公園として、農業と食、自然と遊び、休息と創造をテーマに新たに北側エリアが拡充されましたとなっておりました。あそこに電車がないか展示してるね。ちょっと行ってみましょう。あ、誰か座ってると思ったらカカシでした。野外学習ゾーン、これは道祖神じゃないですか。はい、2両編成の電車が展示されています。デハミ200、トットちゃん広場、ここに説明ありますね。長野電鉄より松川村が譲り受け、2014年10月12日にこちらに移設されました。昭和2年、1927年、デニハ201は大正15年、1926年製造。大正時代ですか。おお。あ、トットちゃんの勉強の。それは何ですか。巴の行動、再現したんですね。これは図書館ですか。はい、図書館になってます。テントを張って野宿をしたりした行動を再現。第一駐車場まで歩いてきました。ここは130台止められるとっても広い駐車場が整備されてます。池があるわ。ソフトクリーム売ってる。いや、すごい綺麗な公園ですね。ここに松川村の案内図があります。はい、ずっとこの安曇野公園の方から車で来てここまでやってきてます。宮沢牧場のソフトクリーム、コーン400円1つください。はい、ありがとうございます。
はい、はい、400円になりますね。はい、はい、ソフトクリーム買いましたので、そこのベンチで食べようということにしています。あのベンチ、ね、あそこまで行くんか、溶けるぞ。どうですか。いや、これもさっぱりしてる。さっぱり、はい、さっぱり系だそうです。なんか長野のクリーム濃厚な感じがするけど、意外にさっぱり、ね、さっぱりだそうです。うん、めちゃめちゃ、はい、桜の木の下にベンチがありますが、これは学校の椅子ですね。で、ここに大きな建物がありますが、これが美術館だそうです。はい、桜はちょっと散りかけっていう感じですか。千尋の黒姫山、あ、黒姫山荘ですか。作品に登場するストーブ、ちょっと見えないですね。光って、あそこにストーブあるやん、真ん中に鍋が乗ってる、はい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 。